エアコンで喉やられていませんか？夏風邪ひいていませんか？今週はいつもよりもしゃがれたブルースな声でお届けをしたいと思います。頑張って声出していきます。こんばんは、小室ゆりの夜サプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ八雲庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。はい、いつもよりもセクシーな声でお届けをしたいと思います。小室ゆり、どうした？その声、いつもよりも随分と幅を利かせている声だなと思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。はい、皆さんも夏風邪気をつけてくださいね。私の場合はね、夏風邪ではないんですよ。実はこれを収録しているのが8月8日の朝なんですけどね、この8月8日の夜に久しぶりにバンドでライブをやらせていただくことになって、このバンドでのライブがメタルとロックを合わせたような感じのバンド編成なんです。で、私基本 J-POP 系の歌い方をしているところ、これを2週間ぐらいでぐいっと変更したもので、ちょっと声帯に負荷がかかりまして、病院の方にも行きまして、喋っちゃダメって言われてるんですけど、まあ仕事なんでね、喋りますけれども、はい、なのでいつもよりもこう声帯がブルブルと震えているような、そんな声で今週はお届けをしていきたいと思っております。よろしくお願いします。小室ゆりです。皆さんにおかれましてはくれぐれも夏風邪聞かれないようにしてください。都内歩いてると、都内って本当に、これ大阪とか仙台とかもそうかもしれない、福岡もそうかもしれない、ビルがいっぱい建ってるところの外気温ってお風呂みたいじゃないですか。こう熱気が逃げないで、かつ紫外線じゃないな、太陽光がさんさんと照りつけて、私は都内を歩くたびに汗だらだらかきながら風呂だなって思ってて、でデパートの中に入るじゃないですか、冷凍庫だなってなるじゃないですか。これはそりゃやられるよねって思ったので、まあ羽織物1枚とか、逆にストール1枚とか、肌を見せないジャケットを羽織ったり、シャツを羽織って外出していることが多かったんですけど、思わぬ落とし穴が生態だったっていうだけの話なんです。なので皆さんにはくれぐれも夏風邪気をつけられてくださいね。そして熱中症、歌ってるとね、歌っている時は気にならないんですけど、歌い終わってお家に帰った時にヘロッとするんですね。これ塩分足りないやつだなと思って、塩をペロって舐める、なんか父親を思い出すんですよね、これやってると。私の父親は瓦職人だったので、多分こういう炎天下の中で屋根に登って仕事をするときは塩舐めてたんじゃないかなって、まあ、それの証拠が母親が作るお弁当が必ず塩鮭が入ってるんですけど、その塩鮭が塩の塊みたいな、そんながっちり塩を効かせた鮭だったんですね。なので高校生の時にそのお弁当を持っていくのが嫌で嫌でしょうがなかったっていうのも、まあ今となってはいい思い出ですよね。はい、3回目になりますが、夏風邪くれぐれもお気をつけください。ということで今週のコーナー紹介いきたいと思います。今週お渡しする
夜に聞きたいサプリメントは気になるサプリ。今週はこの後半コーナーを担当してくださる MJ リサーチ総合探偵社現役探偵の若梅さんとのコラボ企画、不定についてお届けしたいと思います。ちなみに不定と不倫って、まあ意味は一緒なんですけど、不倫の方が俗語なんですって。なので正しい表現で言うと不定行為についてお届けをしていきたいと思います。そして若梅さんがご担当いただいている探偵サプリのコーナーは、不定行為の場所について探偵ならではの情報を持ってきてくださるそうですよ。皆さんワクワクしながら待っていてください。そしてこのコーナーも健在です。占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修による週末の占いサプリ、今週は恋の魔法をかけてくださるそうですよ。星座別にシチュエーションごとにお話ししてくださいます。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談をお待ちしております。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションの info、 友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントいたします。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ、このコーナーは私小室由里が気になったニュースや情報をピックアップしてお届けしてまいります。今週はこの後のコーナーに続く若梅さんとのコラボ企画ということで、不定について、つまり不倫のお話をしていこうかなと思うんですけれども、実はね、日本って世界でも珍しいこの不倫の国、何が珍しいのかっていうと、慰謝料を取れる世界でも非常に珍しい国なんだそうです。これ海外行くとね、慰謝料ってそもそも概念としてないんですって。今回はクリエイターが情報や漫画、写真、音声を投稿することができて、ユーザーはそのコンテンツを楽しんで応援ができるメディアプラットフォームノート、こちらに寄稿していらっしゃる弁護士バンブーさんの記事を参考にさせていただきたいと思います。ということで、先進国のじゃあ不倫の慰謝料はどうなってんの？不倫に対する慰謝料請求は日本では常識、多くの調停、裁判で取り扱っています。これはよくよく知ってるところではありますよね。特にタレントさんなんかね、こういう話って必ずメディアが取り上げられてます。日本では戦前から不倫相手に対する慰謝料が認められていて、これ家庭を守ることが重視されたところからこういう考え方になったんだそうです。ですが諸外国では事故の配偶者に対する慰謝料については肯定されることがあっても、その不倫相手、不定をした相手に対して慰謝料請求まで認められる国っていうのはほとんどない現状なんだそうです。アメリカの多くの州では不倫相手に対する慰謝料請求が原則的に認められていない。イギリスでも浮気相手に対する慰謝料請求は1970年に廃止されたんだそうです。ドイツ、慰謝料請求は旧西ドイツ時代から一貫して認められておらず、フランスでは慰謝料請求は認められているけれども、金額にすると1フランという判決もあったんだそうです。こう考えると日本のこう価値観っていうのが、やっぱり離婚はしないものである、家庭に入ったら家庭を大事にするものである、一夫一妻制大事っていう、こういう価値観で私たちは暮らしているんだなっていうのが分かりますよね。
私こういうねカウンセリングのお仕事なんかしてるとやっぱり不定の話って正直出てくるんですね。こういうお話をいっぱい聞いているからというわけではないとは思うんですけれども、もともと自分の考え方っていうのもあるし、私自身も離婚経験者っていうこともあって、価値観が合わなくなった時にパートナーをチェンジするっていう価値観も必要な時はあるんじゃないのかな。それは自分の人生をより良くしていくために、またパートナーを組んでくれたお相手の人生を、それこも守るためにはパートナーシップを解消する勇気っていうのも必要になってくることはあるんじゃないかなって思うんですね。で、話を戻して、日本で容認されている慰謝料請求、じゃあ海外でなんでこう認められていないのかっていうと、ある意味根底にあるのは、浮気とは浮気をした時点ですでに夫婦関係は破綻していると考えられていて、夫婦関係がすでに破綻しているのであるからこそ、破綻の責任を不倫相手、浮気相手に慰謝料として請求するべきではないという理論をたどっているんだそうです。あんたのせいでうちの夫はねって言うんじゃなくて、もともと浮気する原因が自分にあったっていう考え方、自己責任論ですよね、これってね。これは私もすごいなんか納得するな。私がこう婚活事業者さんとかと一緒に組んでやってるセミナーで、事前にそれを防いでいく、それこそ結婚はゴールじゃなくてスタートで、結婚したからこそミステリアスな部分、相手に見せない部分っていうのは絶対にキープしておかなければいけないし、結婚したからこそどんどん自分が魅力的になっていく努力をさらにし続けなければいけないのが私は結婚生活だと思いますって話をします。じゃあ今後どうなっていくのかというと、こう不倫相手に対する慰謝料が日本と諸外国との差があると、国際結婚の場合こういろんな問題が出てくる、この準拠法っていうそうなんですね。どの国の法律が適用されてくるかっていう問題が生まれてくるので、いつかこのね慰謝料請求という問題が世界で注目された時には、判例の変更を認められなくなる日が来るかもしれない。もしかしたら日本で不貞相手、不倫相手への慰謝料請求というものが認められなくなる日が来るかもしれないよね、ということをこの弁護士バンブーさんは書いておられます。もちろんこの慰謝料請求って夫婦一対である、夫婦愛話であるという、この日本ならではの考え方に沿った責任の取り方の一つではあると思うんですけれども、これからのグローバル化、多様性ということを考えていくと、やっぱり世界の基準に合ってないものを日本が変えることで、ここは価値観を合わせていく、その先にあるのは人と人との交流がやりやすくなるとか、ビジネスがやりやすくなっていく、そんな変革を起こす一つのきっかけとしてこの問題はあるのではないかなと思いました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏、8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。
なたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷幸三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月2週目は探偵サプリ、ご担当いただくのは MJ リサーチ総合探偵社、若梅秀隆さんです。今月は不貞行為の場所についてお話ししてくださるそうですよ。ちょっとドキドキしますね。それでは若梅さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。探偵サプリを担当する MJ リサーチ総合探偵社、調査歴20年現役探偵の若梅です。探偵サプリでは気になる探偵事情や男女問題に関わる調査事例などをお話しさせていただいてます。今回は探偵が教える浮気の不貞行為場所として、この不貞行為、浮気調査であれば、男女間の肉体関係の証明ということになるんですが、その不貞場所ですね、そこを今回お話ししていきたいと思ってます。で、一番多いのはやはりラブホテルですね。ラブホテルとなるとやはり男女がそういった行為をするための場所になりますので、ここに入ってしまえば、不貞として認められる率が非常に高いです。一番浮気調査でも多い、証拠事例になりますね。で、続いてシティホテル、ビジネスホテルとかとも同じになるんですけども、普通に予約をして、シングルで一人で泊まるパターンもあれば、そこにダブルで、男女が入るパターン。ここの注意点はですね、ホテルに入ったからといって不貞にはならないので、部屋にやはり二人きりで入ったという証明が必要になってきます。ここはやはり探偵の腕の見せ所になってきてます。で、次にはですね、浮気相手の家、愛人宅なんか言われることがよく多いんですが、愛人宅もですね、ビジネスホテルと同じように、その家に二人きりでいたっていう証明が重要になってきます。で、ただ二人きりでいたとしても不貞はなかったよって言い逃れされてしまうので、やはり多く出入りを繰り返して宿泊がある、またその部屋には男女二人きりであるという証明が必要になってきます。または家に入る前とかに、デートで手をつないだりキスをしたり、そういった行為を証拠として取っておけば、不貞として立証がしやすくなります。で、続いて車ですね。カー何々と言われるように、車でのそういった行為も非常に多いです。車ですと人気のない公園とか、本当山奥とかなんかもあるんですけど、誰も来ないようなところでライト消して二人っきりで 2,3 時間こもってると。で、その際は、自分たちもその写真を撮りに行くんですけども、やはり人がいないので非常に難しいです。ただそこでもしっかりとした証拠を取っていきます。で、続いて会社内。意外とこれ多いんですが、会社内で二人っきりで不貞行為をしてるんじゃないかと。あと個室のような何かレンタルルームとか、ジムみたいなとこでも、そういった行為でもあると。で、これは立証は非常に難しいんですけど、やはり出入りを多く繰り返して通る二人っきりである。あとはやっぱり前後のキスであったり、手つなぎ、二人の関係性の証明が重要になってきます。で、番外編としてですね、例えば外での公園。公園なんか外でそのまましてしまったりするので、本当人のいないところでやったりするんですけど、そこをしっかり証拠を押さえます。また多目的トイレですね、話題にもなった。で、トイレに本当二人きりでこもってしまうパターンもあるので、そこを何時間も入っていればやはり不貞としても怪しいなとなってきます。あとは今キャンプなんかも増えてるんで、テント、
またあのボートの上でもしてたということもありまして、まあ、その証明を取るのは非常に難しいんですけれども、やはりあの自分たちはあの不貞をしっかり抑えるために、至る調査能力を使ってこういったところを抑えていきます。で、今回はですね、浮気の不貞行為の場所をお話しさせていただきましたが、まあ、小室さんもこういった、いろんな場所があると思うんですけど、まあ、気になるような場所とかありましたかね。まあ、その、まあ、気になるようなとこあったらまたお話ししていただければと思います。で、探偵の依頼の相談はのは MJ リサーチで検索していただき、またあの MJ リサーチ公式 YouTube でも、まあ、いろんな調査内容を出しておりますので、ぜひご覧になってください。まあ、最後まで聞いていただき誠にありがとうございました。そうですね、気になるところ、あの山の中っていう話あったじゃないですか。私若かりし頃、神奈川県の矢光峠っていうところによく夜な夜な気分転換に車走らせてたんですけれども、もしかしたらこういうところにもいたりしたのかなって思ったりしました。若梅さん、ありがとうございました。ベテラン探偵の高い調査力を適正な価格で提供します。弁護士や夫婦問題カウンセラーへのご紹介でアフターフォローも万全です。まずはお気軽にご相談ください。インターネット検索は MJ リサーチ探偵でお願いいたします。また MJ リサーチ総合探偵社が管理運営する YouTube チャンネルもぜひご覧くださいね。踊れ踊れ私の占いサブリ、占い講座が全国で大人気。9月6日7日には新潟で初の鑑定会も開催されます。占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も12星座で占っていきます。恋の魔法をかけてあげる。8月もまだまだ酷暑が続きますが、暑さに負けず心ときめかせたいものですね。それではセクシーに参ります。おひつじ座、年末に向けて何かを始めると運気がアップするのよ。冷たいドリンクを飲むと告白成功率もアップする。そんな魔法かけてあげる。おうし座、8月は出会い運が高まる時よ。海辺を散歩するといいことに遭遇しやすくなる魔法をかけてあげる。双子座、週末は素敵なことを見つけるのが上手になっているわ。涼しいお部屋で SNS をしていると思わぬ情報が入りやすい魔法をかけてあげる。ガニ座、感動したことを行動に移すと開運しちゃうのよ。海が出てくる映画を見ると心がイケメンになっちゃう魔法をかけてあげる。獅子座、いつもと違うことにも挑戦した方がいいみたい。ちょっとセクシーに水着を着るといつもよりも冷静になれちゃう魔法をかけてあげる。乙女座、柔軟性を持って方向転換をするといいことがあるみたいよ。花火に関係することをやっちゃったらひらめきがいつもよりも冴えちゃう魔法をかけてあげる。天秤座、8月は心の声に従った方が癒される運勢よ。お盆にはお墓参りをすると忘れていたことを思い出しやすい魔法をかけてあげる。サソリ座、人に頼るべきところは頼った方がいいのよ。スイカを食べると
ちょっと元気が取り戻せる魔法をかけてあげる。一点差。今までやりたかったことがあればプランを立ててみるといいわ。浴衣を着ると今まで見えなかったものが見えてくるようになる魔法をかけてあげる。ヤギ座。8月は何度でも挑戦する心意気が大切になってくる時期ね。バーベキューや焼肉をするとリーダーシップが身についてくる魔法をかけてあげる。水亀座。頭の回転が良くなってきているみたい。アイスキャンディーを食べるといつもより発言がスムーズになる魔法をかけてあげる。魚座。自己主張はした方が運気がアップするみたいよ。プールに行くと相手のためになるノーが言えるようになる魔法をかけてあげる。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務、漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今週の占い執筆担当は週末に会える占い師中野亜希さんでした。ありがとうございました。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しておりますあなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室由里と、あなたの強みを発見するUSP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ薬務庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はウーマクーで柳原バーナー演芸集団FEC オフィス所属の笑い芸人さんが、笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド。水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。ほとんどの人々は条件付きの幸せを求める。だが幸せは条件をつけない時にしか感じられないものだ。アメリカのピアニスト、アーサー・ルービンスタインの名言です。こういう人がいい、こんな考え方、こんな容姿を持っている人、自分がパートナーにしたい人に対していろいろリクエストをすることってあると思うんですけれども、そのリクエストを外したところにこそ自分が本当に求め、そして相手も求めてくれるパートナーがいるのかもしれませんね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私も声を直しておきます。私からあなたへ